皆さんこんにちは。今回は自作 CPU クーラーのヒートパイプ部分における沸騰、この沸騰による熱交換を活発にしようといろいろ試したという紹介です。これまでに製作してきた自作 CPU クーラーでは、透明樹脂で低圧を維持できる密閉容器を構築し、その密閉容器をヒートパイプ化させることで CPU の熱で沸騰、放熱により凝縮という動作をさせることができました。見る分には面白いのですが、一方で CPU クーラーとしては肝心の冷却性能の方は、製作初期は Core i3 用のリテールクーラーよりも悪いレベルでした。ですが現在は放熱性を改良したことで、そのリテールクーラーよりは高性能なものにできました。とはいえもう一つの比較対象にしているサイズの無限5と比べるとまだまだ悪いです。じゃあもっと改良しようということで、今回は沸騰部分に注目しました。自作 CPU クーラーには容器内に熱伝対を設置しているので、容器内温度を計測できます。容器内と外気の温度差が当初20度 C ほどあったのを、放熱の改良によって現在は5度 C ほどになりましたが、沸騰が関わる CPU と容器内の温度差は40度 C 近くあります。まあ CPU 本体と容器内の温度差なので、ここにはヒートスプレッダや CPU グリスなども含まれます。ですが CPU グリスなど熱伝導が関わる部分で数十度も温度差ができるとは考えにくい。ということは沸騰がネック？そんな考えで今回の沸騰の改良を行いました。じゃあどうやって沸騰部分を良くするのかということで、沸騰が起きているこの金属ブロックにくぼみを作ったり、ハンダをくっつけたり、沸騰石の代用品の素焼きの鉢植えの破片を入れたり、いろいろあって金属ウィックの代用というよりはダメ元で靴紐をコーキング剤でくっつけたり、市販の本格水冷用の水枕に使われている金属ブロックを流用したり、さらにヒートパイプ化の作業で入れる精製水に洗剤を混ぜたりといった感じでいろいろやりました。いろいろあってというかアクシデントがあって、当初予定していた案が試せなかったり、逆に案を追加したりして、結果的に試した条件が多くなりました。これらを一つずつ沸騰の様子や結果を並べて紹介していくと長くなってしまうので、今回の動画では良かった条件に関係する沸騰の様子や CPU 温度、冷却性能に注目して、その他の条件やアクシデントについては次回詳しく紹介しようと思います。では早速ですが結果についてです。今回の検討の中で最も沸騰を改善できたのは、水枕を流用したもの、プラス洗剤水を使った条件でした。その条件での沸騰の様子を見る前に数値的な結果からお話しします。まず今回の基準、これまで使ってきた金属ブロック表面が真っ平らな状態の条件ですが、今回から水冷部分の配管取り付けを簡単にするためにチューブなど部品のレイアウトをいじった影響か、前回紹介した結果とは若干異なっています。配管変更後にこれまで同様、定格とオーバークロック 4.4GHz の動作でベンチマークを行うと、各部温度、消費電力、冷却性能としている熱抵抗はそれぞれこんな感じでした。で、水枕を流用して、プラス洗剤水を使った条件では、こうなりました。CPU 温度が定格動作で6度 C 低下、4.4GHz 動作では10度 C 低下し、熱抵抗はそれぞれ 13% ほど減少しました。改善できました。ただ一応は良かったみたいな、感想としては、思ったより良くならなかった、って感じです。何せ CPU と容器内の温度差は35、45度 C 近く残ったままなんです。もっと小さくできると期待していました。ですが、この条件が今回試した様々な条件の中で最も冷えたものです。他はこれ以下です。ただこれ以下といっても別段悪くなったわけでもありません。細かな数値は次回紹介しますが、基準の真っ平らな条件と似たり寄ったりでした。最も良くなっても数度 C 程度で、様々試しても別段悪化する条件もない。もしかすると現状は、自作 CPU クーラーの沸騰部分は良くも悪くも影響しなくて、冷却性能との相関が小さい。まあこういう総評みたいな考えや、結果を受けての今後の改良予定は後々話すとして、ひとまず最も良くなった条件下での沸騰の様子を紹介していこうと思います。繰り返しになりますが、最も良くなった条件は水冷用の水枕を流用して、加えて洗剤水を使用した条件です。まあ元の真っ平らな金属ブロックから細かく加工された水冷用の水枕に変えたら良くなりそうじゃないですか。熱交換的に表面積は大きい方がいいのは当然でしょうし、
沸騰的にも表面の構造が複雑で、沸騰の起点になる部分が多い方がいいです。実際洗剤を混ぜる前、精製水のままで水枕を流用しただけの条件でも沸騰の様子が変わりました。元の真っ平らな面だと金属ブロックの端っこ、パイプ部と呼んでいる金属ブロックの上に取り付けた部品との境界から沸騰が起きていましたが、水枕を流用したことで若干中央寄りなところでも沸騰が起こるようになりました。沸騰できる部分、面積、領域が増えたという感じです。私はこの自作 CPU クーラーにおけるメインの熱移動の一つが沸騰だと思っています。なので広範囲高頻度に沸騰した方が熱交換が活発になり、冷却性能も良くなるんじゃないかと考えています。そういう点で見た時に元の平らな面だと一部からしか沸騰が起きていないのはもったいないというか、水枕を流用したことで沸騰が起こる部分が増えた、熱交換している部分が増えた。つまり実質的に熱交換する表面積が増えたから冷却性能が向上した、と考えています。多分沸騰が絡むと放熱表面積って見た目通りじゃなくなるというか、沸騰があるかどうかが大切なんだろうな、そうこの動きを見て思いました。まあ水冷 CPU クーラーでも詰まりや残留空気なんかで冷媒循環できていない場所があったら、そこは冷却に寄与していないというのと同じことですね。ただ詰まりや残留空気を取り除くのは比較的に簡単なんですが、思った通りに沸騰を起こさせるのは難しいなぁと、そう今回の検討を終えた今でも思います。そういえばこの辺から見れたのはベンチマーク前、低負荷動作時です。高負荷動作のベンチマークを始めると、何が何やら、元の真っ平らな面でも同じようにただただ激しいとしか言いようがなかったので、見た感じでは違いがわかりませんでした。低負荷動作時の沸騰の違いはこんな状況でも維持できているんでしょうかね。温度などでは違ったんですから、現象的にも違いがありそうですが、やっぱり何が何やら、高負荷高発熱なんで沸騰が激しくなるのは自然なんですが、細かい様子を確認できないのは残念です。様子の違いから何かヒントが得られるかもしれないんですけどね。同じようなところで洗剤を入れた結果も難解です。理屈っぽい話だと沸騰は沸騰する液体の表面張力や、沸騰が生じる固体表面の界面張力に関係して、洗剤はその液体の表面張力を変化させるので、何らかの影響があるとは思っていたんですが、こうなります。ブクブクです。斜め上から見るとただあぶくが多いとしか言いようがありません。ですが横から見ると、気持ち沸騰回数が増えたような気がします。元の真っ平らな面では沸騰する間にインターバルがありますが、洗剤入りでは結構高頻度に沸騰しているように見えます。どちらも全く沸騰しないタイミングがありますが、一旦沸騰が始まると違うという感じです。まあこの沸騰もベンチマーク前、低負荷時のもので、ベンチマークを開始して高負荷高発熱にすると、こんな感じです。あぶくの量が増えたのは明白ですが、時折あぶく全体が浮き上がって、流用した水枕が視認できるようになり、ある程度浮き上がるとあぶくが一気に落ちて、また浮き上がる。そんな状態を繰り返すようになりました。洗濯機みたい、というのは私の感想ですが、沸騰する表面が見えてしまうのはまずいはずです。瞬間的に体気になる可能性があるからです。体気になったら沸騰など総変化でも水冷でもなく、空冷に近い状態になります。この放熱表面積で空冷みたいなことをやっていたら、厳しいはずです。ですから見る限りこの状況は全く好ましくない、いや見た目は楽しいんですが、少なくても冷却的には良くないはずです。ですが温度などの結果は前述の通り良かったんです。この時はこの動作に不安を覚えて、追加で洗剤水を普段の2倍にしてやってみたんですが、温度など数字の結果としてはあまり変わりませんでした。見た目はまた大きく変わりましたよ。洗剤水が増えて内部が歪んだ像でしか見えなくなりましたし、高負荷高発熱時は泡が回転するみたいな動きになりました。見てる分には本当に面白いですね。体気のようなタイミングはなくなりましたが、この動作でも結果がさっきと変わらないんです。もしかすると先ほどのあれは体気じゃなくてまだ水がしっとりとついていて、市販品のように表面で蒸発しているのかも。まあいずれも推測で、想定外の動作で、制御されたものではありません。結果は良かったんですけどどう考えればいいんでしょう。こういう現象を一つずつ理解していければ沸騰の改良もはかどるんでしょうけど、今のところよくわかりません。ちょっと時間を空けて、別の視点から見直す必要がありそうです。という感じで今回の沸騰の改良は、なんで良くなったか明確には判断できない。
というか良くなったとはいえ数度 C の温度低下にとどまったという今は謎大きな検討でした。ですが今回の検討を通して一つ気になる今後やってみたい改良を見出すことができました。今回いろいろやっても大して改良できなかったじゃないですか。詳しくは次回話しますが、真ん中にくぼみを作ったりハンダをつけたりしてもほとんど変化がなく、水枕を流用してやっと沸騰する部分が増えても数度 C の低下だったといった感じです。それでも発熱源である CPU 大直上ではほとんど沸騰しない。自作 CPU クーラーを紹介した初期にも話しましたが、沸騰が主に起きているのは金属ブロックの端っこです。今回の改良を経ても金属ブロック中央では沸騰しないって、沸騰はよっぽどここが好きなんだなーって思いました。ですが今の CPU 台から離れた端っこで沸騰している状況は、変な言い方ですが嫌なんです。沸騰、というより総変化は一般的な水冷よりも断然熱交換できる現象なのに。その沸騰が起こるところが発熱源から遠いとなると、熱としてはそこまで移動しなきゃいけないことになります。水冷はほぼ表面すべてで冷媒循環しているので、表面全体で熱交換でき、そもそもの熱も満点なく拡散されます。一方で今の端っこでの沸騰だと限られた部分でしか主に熱交換ができず、その部分までほとんどの熱が移動しないといけない。この熱移動が無駄な動きに見えて嫌なんです。もしかすると CPU 台の真上で沸騰を起こせられればもっと冷やせる。そう思って今回の検討をやっていましたが、それでも端っこで沸騰するのがメインだったので、いっそのこと一度中央付近まで端っこと同じような状況にしてみようと思います。正確に言うと、金属ブロックの上にポリカイタを重ねるんですが、そのポリカイタの中央に小さな穴を開けておいて、今の端っこみたいに金属ブロック部とパイプ部の境界、銅板と樹脂材が近接する部分を、金属ブロック中央を発熱源の CPU 台に近づけようと思います。まあこの考えは賭けでもあります。動画冒頭でも話しましたが、熱交換的には単純に熱交換できる表面積は多い方がいいはずなので、わざわざポリカーボネートという熱伝導率が低い樹脂板を重ねるというのは普通悪影響しか考えられません。ですが今の金属ブロック中央部分が何をしているのかよくわからない現状を見ると、多少減らしても変わらないんじゃ。それに先ほども話しましたが沸騰は水冷よりも断然に熱交換性能、この場合は熱伝達率というのですがそれが高いので、そもそもこれほどの表面積がいらないかも。むしろ沸騰して熱交換が活発な部分を発熱源に近づけるメリットってないのかな。あってほしいな。ということで次回追加で試すことにしました。あとポリカイタを重ねる案の他にももう1案準備しています。という感じでもう少し沸騰の改良を続けていこうと思います。以上、沸騰の改良の結果の一部と、今後の改良について話すざっくりとした紹介でした。本当に今回はいろいろ試した上にいろいろアクシデントもあったので、ひとまず今回はざっくりと紹介させていただきました。次回は試したものを一つずつ、まあそれでも数があるので端折っての説明になりますが、それぞれどう準備したのか、どんな沸騰になったのか、そしてどんなアクシデントがあったのか、できる限り話したいと思います。というか自作 CPU クーラーの製作ではない部分でも測定的に大きなミスがあったので、話さないとまずいやつもあったんですよね。こんな感じでトラブル続きというか、相変わらず順調にはいかない製作ですが、ゆっくりですが少しずつでも進めていけたらなぁと思います。ではでは今回はここまでです。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。